はい、ではね、早速ちょっと、コンクリにね、穴開けてこようと思います。はい、ではね、早速やっていこうと思うんですけど、まずね、これです。コンクリート用ドリルのこれね、8.5mm、これ使います。ちょっと付属のだとね、ちょっと細かったんで買ってきました。それとこれですね、アンカーボルト。まあこれっていうのは、さっきのこれで開けた穴にこれをズボッと刺して、で、ここね、ピンが出てるんですけど、これトンカチでペペペってやると、この先っちょが広がって抜けなくなるっていうものですね。はい、ではね、この深さ穴を開けるわけなんで、この棒でね、どのぐらいこうね、開けるかっていうのを調整します。ちょっとね、画角的に分かりづらいんですけど、こんな感じですね。はい、ではね、今日はこれを固定していこうと思います。さあ、いかがだったでしょうか。こういうね、ちょっと立派な工具もね、持ってると何かと便利だと思うんですよね。しょっちゅう使うものではね、ないです。まあ仕事でっていう方はね、毎日のように使うこともあるかと思うんですけど、ただいざっていう時にね、いざっていう時にやっぱりあるのとないのとでは全然違いますよね。まあ、もしね、振動ドリル、検討されている方は参考にしていただければと思います。以上です。じゃあね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあね。